ございます。キムッチです。今日はね、どこに来てるかというと、ここ富士山ってことで、今富士宮5合目に来てます。で、ここから、クリンスルートっていうルートで、ちょっと登山の方をね、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと最近ね、こう登山の動画いっぱいこう連続で上がってるんですけど、まあね、最後は富士山で締めくくろうかなということで、ちょっと登っていきたいと思います。でね、今回は一人じゃなくて、昼ヶ岳で一緒にいた戸部くんと、あと今カメラマンやってるのが瀬戸くんで、3人で今日は登っていこうと思います。じゃあよろしくね。じゃあね、早速登っていこうと思います。じゃあ行こう。よし、じゃあ登山開始。最初はこんな感じで富士宮5合目ってことで、これだったらあれですよ、高尾山の石頃の方が横に来たからマジで地獄です。初っ端から何つくか高尾山意外にね、舐めてかかるときついよね。もっとでつくの、じゃあ今日はちゃんとセカンドで買ったんですけど、じゃあ今こんな感じで前2人が歩いてます。でね、富士宮は基本的にこう下りと上り同じルートなんで、こう譲り合いながらこう登って降りてって感じで行きます。じゃあ登ってすぐにこう公衆トイレがあります。じゃあだいぶガスってきた。よいしょ、だいぶガスってきたね。まあ今気温が確か14度とか、そうちょうどいいね、歩くには。いやすごい、こんな感じで。まだまだだな、高山植物とかも結構ここら辺は咲いてて、まあまだまだ序盤なんです。まあ、ここからなんですけど、もうすぐでね、プリンスルートの分岐があると思うんで、あ、そっちの方ね、行きたいと思います。よし、タオル？うん、いや、すごい、やっと一つ目の山小屋。あ、あれは雲海荘？雲海荘到着。まだまだだけどね、ここでじゃあちょっと一旦休憩しましょう。まだまだ全然だけど、こっからもなかなかいい景色だね。いい景色。まあ、そうね、高原感がすごい。高原というか、まあ、ゴツゴツじゃなくてヤギとかいてもいいと思うんですけど、ね、ヤギはいないだろう。でも山にこういうヤギじゃないっけ、なんかいません？羊じゃなくて、まあヤギですよ。鹿と仲いいじゃないですか。この杖、いやでもあったらあったんです、なんか記念ですよね。そうそうそう、記念になる。中国旅行の黒糖みたいな。全然違うわ。考え方。お、すごいね。よし、すごいねこれ。すごいんだけどね、一つだけ言えることは。口癖になっちゃうよ。こっちじゃないんですよ。あれ、そうなんですか。そう、自分たちが登るのはプリンスルートなんで。ルートがここで出てくるんですね。こっち。プリンセス天候ですか。懐かしいな、あれプリンセス天候って誰だっけ、マジシャン。僕の名前しか。よし、じゃあ行きますか。じゃあここ怖いんで先どうぞ。行きましょう。ちょっとやっぱ先導者がいた方が。私がじゃあ毒味みたいな感じ。なかなか入り組んだ感じ。よし、
じゃあここから進んでいこうと思います。じゃあここからはもう富士宮ルートじゃなくて完全にプリンスルートの方を歩いてるんですけど、もう一気に人いなくなりましたね。ほとんど登山道独り占め状態で、あんな感じで2人はこう仲良くゆっくり話しながら歩いてます。まあ、どんな話をしてるかはちょっと動画には載せられないんでまあでもこんな感じでね、本当に富士山だなっていう景色がだんだん見えてきました。ということでね、じゃあね、ここからちょっと気をつけながらまたね、あのスポットごとにいろんなとこ移していこうかなと思います。あ、宝円山まであと2キロって感じで、こんな感じでね、まあ、まだまだこう高山植物とかがいっぱいあってすごい綺麗ですね。じゃあ行きたいと思います。まだこの景色じゃないですよ。まだまだどういう滑落後で送っときますよ。こんな感じで看板があります。もう本当にね、これ山どこでも言えるんですけど、あの看板をこまめにもう見て、こう絶対道に迷わないようにしといた方がいいと思います。ということでね、まあ、富士山なんかはすごいこまめにこうやって看板あるんで、まあ、全然迷うことはないと思うんで、じゃあね、この宝永山行ってみたいと思いますただだいぶ景色もいい感じになってきました。まあもともといい感じなんですけど、こんな感じでだんだん宝永山近づいていくかなという、そんな感じですね。じゃあ黙々と行きたいと思います。もうだいぶ綺麗じゃないですか。で、馬の背があそこ登るんですよ。来たでしょ、ついに来たでしょ。あれですよ、映ってるかな。ここ登れば宝永山見えるということで、多分上の方結構天気いいと思うよ。もうめっちゃ晴れてますよね。そう、でもここちょうど今雲の中だろうね。ああ、なるほど。でもここの景色もすごいな。いや、すごいよし、これは一旦休憩してから。よし、近づいてきた。天気もいいし、あれ登ってきます。まあね、登っていけば宝永山だいぶ見えてくると思うんで、ちょっとね、ゆっくり呼吸を整えながら、結構なね登りなんで、まあゆっくり行こうと思います。よし、こんな感じで登ってます。まだまだですね、天気はいい。後ろはこんな感じです。よいしょ。いや、これやば、めっちゃ天気いい。すごい、後ろはこんな雲。さっきここからここまで来ました。めっちゃ綺麗。瀬戸くんどうですか、はい、今どうですか、滑る、咳出る。咳は砂ぼこりですごい咳出るからね、はい、まあ結構急だけど、多分ねまだだなまだだな、もうちょい頑張って、まあ上が見えてくるまで頑張りたいなと思います。じゃあちょっと登るのに専念しましょう。あ、砂ぼこりすごいけど景色はこんな感じ。すごい、だんだん近づいてきたって感じはするね。よし、ターニングポイント着くね。まもなく行けそうです。着いたね。雲の上。じゃあ宝永山山頂。すご
ごいね。やっぱ風めっちゃ強い。マジで声張らないとね、多分入らないね。とりあえずゆっくり歩きながら行こう。とりあえず本当に安全第一でね。いやー気持ちいい。でもいいね。どうですか。やっぱこのために登ってるんです。まあでもそうだよね。まあ、そうね。すごいなこれ。なんかあれみたい。こう画面越しに見てると、あの小豆島のエンジェルロードみたいな、なんか一本道なんだ。自撮り。本当にこれ後ろ見えると思うんだけど、いやこれすごいっすよ本当。いや本当にね来てよかった。でもねまだまだだからちょっとね宝永山の。山頂の方に行って、なんかちょっとね、いろんな景色楽しめると思うんで、そっちの方見に行きたいと思います。いやー、行ったぜー。寒い。これが、はい、大江戸山頂、2693m、 マジで飛ばされる。すごい風な。次回は富士登山2本目ということで、2本目はひたすらプリンスルートを登って山小屋の方に行きたいと思います。山小屋でどういう風に過ごしたかとか、そういうのもちょっと撮れたらいいなと思っております。高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。